さあでは今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。イーグルス先発は田中将大、今シーズン今日が3度目の登板、4月5日以来久しぶりの今日はゲームということになりました。立ち上がりですけれども、まあ、ランナー出しましたけれども、近藤ダブルプレー2アウト、でこの後松本ヒット、またランナー許しましたけれども、4番の渡辺亮をレフトフライ、立ち上がりゼロで終えました。その裏です、先発加藤ツーアウトランナーなしで、浅村のこの当たりはセカンドの石井和成、素晴らしいプレーでした。立ち上がり両投手ともゼロで終えて2回です。ファイターズの方はツーアウトランナー1塁で宇佐美を迎えます。この当たりがライトポール際、宇佐美の今シーズン第1号先制のツーランホームラン、2回の表ファイターズが先に点を取ります。さあ3回です、田中はこの回2アウトランナー3塁、ピンチを迎えます。まあ、ここで4番の渡辺亮を迎えますけども、ここは田中ギアを上げました。ショートゴロで追加点許さず、ゲームはこのまま5回に入ります。中盤以降は徐々に球数も少なくなってきました田中、そして、まあ、本来の姿が見え始めました。ホームランを許しているウサミを三振、ラストバッター上野も打ち取ります。ツーアウトになって野村も打ち取りました。この5回は3人で終えた田中のピッチングでした。6回です、この回先頭の近藤から三振を取ります。でこの後ツーアウトランナー一塁、一塁ランナーはここまで今シーズン7つの盗塁をしています松本剛。ここ松本仕掛けますけれども、キャッチャーの守備隊、素晴らしいストローイングでした。さあその田中、球数100球を超えて8回マウンドで上がっています。この回ツーアウトランナー2塁、ピンチを招きましたけども、3番の近藤セカンドゴロ、今日は8回球数120球2失点という内容でマウンドを降りました。さあその田中の好投に応えたいイーグルス、その裏です、先頭の島内がチーム2本目のヒット、でこの後ワンアウトになってマルモレホス、マルモレホスもヒットでチャンスを広げます。でこの後ツーアウトランナー3塁1塁でイーグルス選手動きます、ライトの銀次です。しかしここは銀次ショートゴロであと1本出ませんでした。ランナー解説、2対0ファイターズリードでゲームは9回です。さあそして9回、今シーズン初登板ソン・チャーホーです。ツーアウトを取ってチームを引き取ります。まあ、今シーズン最初の登板を3人で終えたソン・チャーホーでした。さあ9回カップをかけて加藤、ツーアウトで最後のバッター山崎三振でゲームセット、2対0ファイターズ勝利、加藤が今日は球数90球の完封勝利を挙げています。